モンキー・ D ・ルフィー役宇野昌磨さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。現役生活お疲れ様でした。ありがとうございました。あの引退発表から二ヶ月ぐらい今経ってるねタイミングですけど、生活に変化とかはありますか。そうですね、とてもゆっくりさせていただいてます。<laughs> はい、ゆっくり。はい。そうですか。まあ現役時代だったらね今の時期まあ来シーズンに向けての仕込みみたいなねとこですけど、え今どういう生活スタイルなんですか。 そうですもちろんスケートは引き続きやっているんですけれども、はい、あの前向いていいてですよす、はい、スケートは引き続きやっているんですけれども、はい、あの競技に、まあ、追われるようにスケートするのではなくて本当に自分がやりたいと思うスケートを練習できてい,るいますし、まあ、あの好きなだけゲームする時間もできたということで <laughs>、まあ、あの次に向かって。 頑張っています、はい、好きなだけ好きなことをやっているということ、ね、何よりでございますあの今後はねでも本当プロスケーターとしてここからさらなる活躍への期待が高まるばかりではあるんですがこれまでもでも宇野さんはさまざまなアイスショーにもね数々出演されていてその中でも「ワンピースオンアイスはご自身にとってもこう得るものが大きかったというふうに発言もされていらっしゃいましたが改めてこの「ワンピースオンアイスというのは宇野昌磨というスケーターにとってどういうショーなんですかね 1>, えーまあ、1年前にもあの、まあ、この同じ場所ではないですけれどもあの本田望結さんと小田信成さんとあの一緒にこの公演前の発表みたいな形であの登壇させていただいたんですけれどもめちゃめちゃもう、まあ、不安だったりとか大丈夫かなっていう気持ちが当初はすごくあり。でも今はもうワンンピーススオンアイスを 無事1回終えてとてもすごく楽し楽しかったなっていう思い出とまたやりたいなっていう思いがありまたこうしてこの場に立って,ていることがまず嬉しいですし本当に1年前からは考えられないぐらい素晴らしいショーにできたかなと思うので、まあ、今年もとても楽しみかなと思っていますルフィはどうですかルフィのお気に入りのシーン的にはそうですね僕は本当にこのワンピースオンアイスのショー全てが大好きで あの初めは本当になんか戦いのシーンとかそういった部分は割とアクションだったのでその、まあ、得意まではいかないですけれども、まあ、こういう感じでイメージできるんだろうなって感じではあったんですけどその前半のルフィのすごい陽気なシーンとかが本当に日々僕が出さない。 感情だったのでまあ本当に最初は大丈夫かなっていうところだったんですけど、まあ、実際始まってみたらすごくもう振り切ってやることができすごく楽しくやることができたので、まあ、本当にどのシーンも僕は最初ができなかった部分も思い入れがあるし最初からここどうやるんだろうって思いながらもイメージしたものがちゃんと日に日に,日に良くなっていくっていうのもだからまあ全部。 ここは好きかなと思います。はい、いやその振り切り力ですよ。本当すごかったんですよね。ねこれこれ宇野昌磨かっていうね部分が本当にいやすごかった。本当プロフェッショナルだと思いま,したいます。あのー、ワンピースオンアイスの公式 SNS で再演に向けて筋トレをしているというような話もあって。 ね実際だってルフィの袖なしだからね上腕とか肩とか見せまくるわけでこうかなりムキムキない今感じでしょいや全然ムキムキで <laughs> そんなにハードル上げられてもそんなムキムキじゃないんですの昨年の映像を見た時にちょっとちょっとなんか思ったよりプニッと腕がしてたんで <laughs> <laughs> もうちょっと僕フィギュアスケーター腕の筋肉は本当にないので、まあ、そこはちょっと。 どうにかしたいなと思って、まあ、みんなが思い描いてる筋トレではないんですけど。え、どんなやってるんですか。腕立てを。はい。あ、いやいや、腕立ても、一、一、一、トレーニングですけど、どのぐらいやってるんですか。あ、でも、やっと五十回ぐらい一日。やって。最初、本当に十回とか。すごいシンじゃないですか。いや、でも、珍しく、その。長続きしてる。珍しくって言っちゃったよ。本当に珍しく。それだけワンピースに。やっぱ。かけ、かけるっていう。なるほど。 で、それは継続中ですか。いや、そうなんですよ。僕が続くことなんて、うん、ゲームとスケート以外なかった。三 <laughs> つ目だ。四。腕立て。そう,なんそうですか。じゃ、ちょっと、あと二ヶ月ありますから。いやそうんす,すんごいのができる。<laughs> ちょっとやりすぎかなぐらい。<laughs> すんごいのをね。はい、期待したいと思います。ね、本当に、まあ、先ほどたくさんの方が。 昨年の「ワンピースオンアイスを見に来てくださったということでとても嬉しいですし本当に今日上映されるのもその去年やった素晴らしい「ワンピースオンアイスを皆さんにお見せできるんじゃないかなと思いますしただあの去年も100%の100%以上の力を発揮してたと思いますけれども今年の再演というのはまあ再演と言わせていただいていますけれどもあの再演ではないような もう全く別物、それ以上のものを見せられるんじゃないかなと思いますし、まあ昨年になかったものもたくさんあると思うので、まああの大変恐縮ですが、今年も見てくださると僕はとても嬉しいので、ぜひ会場に来てほしいです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。もういろんな意味でパワーアップするぞとね。